皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本の自動車産業は世界でもトップクラスの質と流通量を誇っているのはご存知の通りです。日本の自動車メーカーは海外でも高い評価を受けており、品質の高さと一貫性において長年厚い信頼を受けています。高級車というよりは信頼性が一番に来て、その上で品質にも満足できるという見方が多く、手頃でありながら安心できる大衆車としての地位を築いているようです。特にアメリカで日本車の人気は強く、消費者の満足度の指標であるコンシューマーレポートの2022年の自動車部門では、トップ10車種のうち8車種で日本車がランクインしているんだとか。そのコンシューマーレポートでの自動車ブランドの信頼性についての2023年の年間ランキングが今話題になっています。そこで今回は日本車の信頼性の強さを表したランキングに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、リリがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。アメリカの月刊誌コンシューマーレポートの自動車ブランドの信頼性に関する年間ランキングが掲載され、外国人たちの間で話題になっています。その自動車ブランド信頼性ランキングのトップ10の結果は、1位レクサス、2位トヨタ、3位はドイツのミニ、4位アキュラ、5位ホンダ、6位スバル、7位マツダ、8位ドイツのポルシェ、9位、ドイツの BMW、10位は韓国のキアとなりました。アキュラは日本では馴染みが薄いのですが、ホンダが海外で高級車を展開しているブランドです。他の日本のメーカーは日産が17位にランクインしており、上位ではないものの並み居る海外の高級ブランドを抑えての順位となっています。このランキングでなんとトップ10のうち日本のブランドが6つも入る結果に。日本の自動車メーカーがランキング上位を席巻する様には、多くの外国人がこれが当然かのように納得しています。2023年の年間自動車ブランド信頼性ランキングには、日本の自動車メーカーの強さへの感嘆の他に、日本勢に圧倒されてしまった外国の自動車メーカーに対する声など、外国人から様々なコメントが届いていますので、その一部をご紹介していきます。トヨタは購入者を裏切らないし、失望させることもない。今年のランキングも納得の結果だね。トヨタとホンダの系列でトップ10のうち4つを占めているのはすごすぎる。さすがは日本ブランドだ。これは本当に納得の結果。私が70年生きてきた中でトヨタとホンダはずっと最高であり続けているもの。アメリカの自動車メーカーの名前が見当たらない。日本の会社ばかりじゃないか。まあ予想はしてたけどね。俺が乗ってるスバルの評価が高くて嬉しい。鈴木はどこだ？鈴木こそが上位にいて叱るべきだと思うんだが。やっぱりと言ってはなんだけど、日本勢が最強すぎる。日産が思った以上に低い順位で驚きだよ。そりゃトヨタやホンダに勝るかと言われるとわからないけど、トップ10には普通に入ると思ってた。このランキングの納得できない点は、アウディ、ベンツ、ボルボ、日産がトップ10に入ってないことだ。ミニが検討しているものの、個人的にはホンダやアキュラの方がミニよりは上だと思うんだよね。そうなるとトップ4が全部日本車になってしまうけど。個人的には1位から順にトヨタ、レクサス、ホンダ、日産、ミニが順当だと思うんだけど、日本車は全部が最高だから。レクサスに乗り始めてから一度も故障に悩まされていないから、このランキングは信用できる。他の高級車メーカーではとんでもない額の修理費にいつも悩まされていたのが嘘のようだ。私はメルセデスとレクサスを両方所有していたことがあるけど、この結果は納得ね。コンシューマーレポートとは、非営利の消費者組織コンシューマーズユニオンが1936年から発行している歴史ある月刊誌。あらゆるサービスや製品を調査、比較、テストし、その結果をレポートする紙面では、企業の広告掲載は一切ありません。公平で独立性のある調査が行われているため、企業に対する忖度なしに製品やサービスと進出を読者に伝えてくれる雑誌です。つまり、消費者にとっては企業の規模や広告にとらわれない真に知りたい情報を得られ、企業に対しても製品やサービスの進出のさらなる向上を訴えるようなものとなっているのです。特に新車を購入するときによく参考にされる雑誌であり、この雑誌で発表されるランキングの結果はアメリカでの自動車販売に大きな影響を及ぼすと言われています。各メーカーや各自動車の性能、
安全性、信頼性、乗り心地などの結果をランキングとして発表する自動車特集号は特に人気であり、発行部数も最多。コンシューマーズユニオンの年間調査費用は2100万ドルにも上り、今回の自動車ブランド信頼性ランキングの作成には30万台以上のデータが収集されました。アメリカにおける新車、中古車の販売の動向に直結するこのランキングの結果には、納得や驚きの声が多数寄せられているのです。日本の自動車メーカーが初めて海外進出したのは1958年のアメリカでのこと。トヨタと日産がロサンゼルスの自動車ショーに出たのが始まりです。当時のアメリカを含む海外では日本車の知名度は全くありませんでした。しかし、1966年にトヨタ、コロナの販売数が急増。翌年の1967年にコロナは一車種としての輸出台数で日本新記録を更新したのが一つの転機となっています。アメリカでのコロナ人気はセカンドカーとしての需要が高まったもので、ここから日本車は知名度を上げていくことになります。1968年にはカローラがアメリカで販売開始。カローラといえば発売翌年の1969年2月に2台のカローラを使い約1万1000キロにも及ぶ北米大陸横断の旅に成功しています。これは日本車が日本の道路だけでなくアメリカの道路でも十分に走れる性能を持っていることを遺憾なく発揮したもので、これをきっかけにカローラは一躍有名となりました。1973年にはアメリカの自動車需要にある変化が訪れます。それが日本車にとってのさらなる好機となりました。燃費のいい小型車の需要がオイルショックを機に高まり、日本の自動車メーカーが得意とする分野での需要の増大は、トヨタだけでなく多くの日本車にとってさらなる躍進へとつながりました。同年に発売されたホンダのシビックは、発売年から現在に至るまでの50年でアメリカで最も売れた乗用車のトップ3に入る大ヒットとなるほどに。かつてはトヨタと日産だけだったアメリカでの輸入車販売数の上位層にホンダが続き、そしてマツダ、三菱と続々と日本車がアメリカ市場に加わっていったのです。1975年に至ってはアメリカで輸入車販売台数の半数を日本車が占めることとなり、ついにトヨタが輸入車販売台数の1位に輝くことになりました。アメリカで日本車は知名度の上昇とともに壊れない上に安い素晴らしい乗用車としての評価が高まり、それはもはや揺るがないものとなっていきます。そしてヨーロッパでもアメリカのような日本車の販売台数の急増が起こっています。日本車の輸出がアメリカで盤石な地位を築いた結果、1981年にそれが政治的な問題になってしまったために対米自動車輸出規制が始まってしまいます。それに伴い日本での生産は規制の影響を受けてしまいます。これは日本ではなく現地工場での自動車生産が増えるきっかけになりました。依然として大衆車としての確固たる地位を築く日本の自動車。ヨーロッパではその日本車との競争の結果としてボルボ、ジャガー、BMW、メルセデス・ベンツはステータスの高い高級車ブランドとして知られるようになっていきます。しかし、日本の自動車よりもリーズナブルで大衆車としての適性の高い韓国製の自動車がヨーロッパ市場に進出してきます。そこで日本車は大衆車としてのシェアを奪われてしまう結果に。韓国製の自動車に対抗するためにホンダは高級車ブランドとしてアキュラを立ち上げ、1985年にホンダレジェンドを販売してヒット商品となりました。1989年、トヨタも日本車のコスパのいい大衆車というイメージを払拭し、商品価値を高めるために海外展開の高級車ブランドとしてレクサスを立ち上げます。後にレクサスは日本でも2005年にブランド展開し、徐々にではありますが日本での知名度も上げていきました。高品質な自動車の販売はもちろん、自動車そのものの性能だけではなくサービスの付加価値を高めることでもさらなる躍進を続けます。ディーラーによる接客やアフターフォローを高品質なものにするという実に日本的なおもてなしともいえるサービスによって欧州車から日本車への買い替え現象が起きたほどでした。ところ変わってインドではスズキの市場シェアが凄まじく、なんと乗用車市場の半数以上をスズキの自動車が占めているのです。インドでは全長4メートル以下の自動車には税優遇があり、これはスズキほとんどの車種に合っており、スズキが躍進する一つの要因とも言えます。
またそれだけでなく、スズキはインド人の好みに合わせるために現地の需要に精通したデザイナーを採用するなどし、インドでの需要に根ざすことで圧倒的な地位を築いていきました。他の日本車のデザインはアメリカ向けに作られていたのもあり、インドでは受けなかったものの、スズキはインドでのローカライズに大成功しているのです。このように世界中で確固たる地位を築いている日本の自動車産業は間違いなく世界に轟くクオリティ。一社一強なだけではなく、国や地域によっては様々な日本の自動車メーカーが名を馳せています。そんな日本車の信頼性と進出への称賛や驚きの声はまだまだ寄せられていますので、最後にそんな声をもう少しご紹介していきます。自動車の製造において日本のメーカーにはどこの国も勝てない強さがあるよね。故障の少なさという信頼性は日本製だからこそだ。やっぱり信頼性でなら日本車が一番だね。しかし欧米の高級車メーカーがほとんどランクインしていないのはどういうことなのか。もっと安い日本車より信頼性が劣ってることになるのか。ホンダが5位？上が強すぎるんじゃないか。我が家のレクサスは2006年製だけどまだまだ走り続けているよ。ランキング通りの信頼性と力強さだ。レクサス車は全部日本で製造されているから高品質になるのは当然だな。マツダが7位なのか？マツダはもっと上でもいいじゃん。1位のレクサスは7車種平均での評価、トヨタは20車種での平均、どうやらタンドラが平均点を下げてしまっているようだ。80年代や90年代のボルボの信頼性は素晴らしかった。強すぎる日本車に圧倒されてランキングでは信じられないほど下にいるけど。ボルボはトップ10に入ってもおかしくないはずなんだけど、25位はさすがに低すぎないか。10位がキアね。決して悪くはないけど、このランキングでは高すぎるように見えるのは気のせいかしら。ハイブリッド電気自動車の技術を25年以上かけて完成させたトヨタは、信頼性、洗練度、耐久性すべてにおいて他の自動車メーカーには追随できない。俺はずっと自動車メーカーとして最高のトヨタを評価し続けている。さすがレクサス、1位が似合うね。あらゆるブランドがある中で何年もトップに君臨し続けるレクサス。すごすぎてそこにいるのが当たり前になってしまっているな。上位はほとんど日本車なこの状況。少なくともここ20年は変化なしだと思う。フォルクスワーゲン、メルセデス、ボルボはどこだ？と思ったらランキングの下の方にいた。高級なトヨタがレクサスだから実質1位と2位がトヨタってことになる気がする。実質的には1位と2位がトヨタで3位がミニ、4位と5位がホンダになるのか。どっちにしろ日本の自動車メーカーが強すぎる。5年間で一度も故障していないからテスラはトップ10に入ってもいいと思うんだけど。ミニと BMW が別なおかげなのか、ミニだけ上位の日本勢の間に食い込んでる。日本勢相手に大健闘だと思うし、親会社にも買っちゃってるよ。BMW のパーツを使ったミニが上位なんだから、BMW がもう少し上でもおかしくはないはずだが、見事に日本勢に押しのけられちゃってるよな。このランキングの信頼性は高いよ。しっかりホンダ系列とトヨタ系列がトップ勢として名を連ねている。国内市場だけでなく、海外市場でも長年築き上げてきた信頼性は今や揺るぐことはなく、電気自動車やハイブリッド電気自動車などの技術分野でも世界を牽引していく日本の自動車メーカー。海外にも多くの日本車ユーザーがおり、寄せられたコメントからもわかるように、それぞれのユーザーにとっての推しともいえる自動車メーカーがあるようです。このように日本車への信頼性は海外では名実ともに高く、日本のブランドが信頼性でトップ10に多く食い込むこのランキングに対しても肯定の意見が多いのも頷けますね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。